何、大航海クルーズ、大航海クルーズ、クルーズ、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで現代で妖怪たちの呪い男、ウンベの洞窟。え、何しよったやっけ。え、多分なんかあれよね、ワカメちゃんだの、ワカメちゃん、メカブちゃんか。え、てかあれなんや、そのまんま水中を歩いてるのね、妖怪は。いや待って、邪魔。どれを仲間にしてどれを仲間にしてないんだ。あ、そう、さっきの2箇所目のやつはいつ誰やったんやっけ。今のこれか、ワカメくんやったよね。ってことはやっぱコンボさんか。仲間にすべきなのは。あれ？あれか。メカブちゃんがいるんか。アップアップ。これで。ね、メカブちゃん、君だ。なんか、2匹同時に来た気がする。あ、メカブちゃんの方が来たのね。私は一体どこをしたんだろうな。全くわからんけど。とりあえずなんか戻ったっぽい。よし。なんかメカブちゃん輝いてね。とりあえず仲間になってください。お願いします。メカブのネバネバ効果で素早さがアップってどういうこと？ネバネバしたら素早くならんくない？来い来い来い。な、全然こんねやけど。ちょっと現れるんならちゃんと仲間になってくれよ。でも効果的には結構懐きやすくなるなはずなんやけど。でもダメ、やっぱ好物関係ある。ひたすらレベルが上がっていくんよな。いや、まあいいことやけど。お前じゃない。お前じゃないんだ。あー、いや、大丈夫です。はい、あ、メカブちゃん引っ張ってきてくれんかな。あ、ごめんごめん。処理。来い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 。誰か来る。うっし、来たー。倒したメカブちゃんが近づいてきた。あなた素敵な人ね。友達になろうよ。ずっとそう思ってたよ。よかった、もうちょっとでメカブちゃんを追い求めて30分を経過しようとしよった。え、まあ今のところ25分ぐらいか。メカブちゃんの妖怪メダルを手に入れた。これでやっと進めるよ。こういうちょっと条件ありきのやつやめていただきたいな、ストーリー進めるの。いや、しょうがないけど。よし、これでメカブちゃんね。メカブちゃん正解でしょうね。正解、近くに妖怪サークルが出現。よし、ここにメカブちゃんを。妖怪サークルにメカブちゃんを呼び出すと何かが起きそうだ。はい、お呼び出しします。さっきお友達になってくれたばかりの私の友達、出てきてメカブちゃん。妖怪メダルセットオン。妖怪サークルにメカブちゃんを呼び出した。
私のダンスは誰にも止められないわよ。んで、どうなるんやろ。下げ下げダンスでいっぱい下げちゃうわよ。おお、なるほど。これでどこに行けるようになったやろ。この辺か、わからん。もともとの地形をあんまり覚えれてない。これはどこに行けばいいんだろうな。あ、出口に行けってことよね。新鮮なウニ、ごめん、何、君の仲間か何かだった。ねえ、なんかチクチクウニが守りよったけど、ここやん。お、来た、人魚。そっか、出口じゃないよね、目的は人魚なんよね。ふふふ、ここは私にお任せあれ。石化時計。ん、何、あーん、誰だ、誰かいるのか。にゃんか近づいてくるにゃん。大公開船長、何を公開してるんだ。そんなに人魚に手出すやつや。あ、待って何言ったんかわからんくなった。人魚に手出すやつはこの大公開船長様が許さねえど。人魚は俺様のお嫁さんだ、誰にも渡さねえど。え、ちょっとその状態で会話できた方がよくない。にゃ、お嫁さん、自慢じゃねえが、その昔俺様は人魚に一目惚れしちまって、何ヶ月も漂流したり何度も船を沈めたり、よく後悔したもんだ。あの頃は俺様にとってまさに大航海時代ってやつよ。それ本当に自慢じゃないし。うるせえ、男は後悔っつう海を乗り越えて初めて一人前になるんだ。おめえらにも後悔してもらうぞ。俺様にボコボコにされた後でな。めっちゃでかい、うえー、怖ー、死ぬやん。大航海船長。これなんかあるんかな。かっこいいね、これ。別になんかこの狙わんといかん場所みたいなのはない感じ。特になさそうかな。じゃあ普通に戦うわ。めっちゃイケボやん、大航海船長。おっと、あ、グレルリンの体力が。大航海船長レベル何本ぐらい。あ、待って、グレルリンに攻撃しないでくれよ、おい。くっそ、回せー、いけ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 。まあ普通に体力減っていくよりけん、メンバーサークルを勝手に回す、やめて。え、今さあ、あ、そこは大丈夫なんや。技待機中のやつは大丈夫なんですね。ねえ、せっかく回し終わってチャージ完了ってなっとったら、何、大航海クルーズ、大航海クルーズ、クルーズ、へえ。ちょっと普段の必殺技を出させろよ。いった、頭かち割れるって。寝ちゃった。あ、もうこれで固定されてる感じ、やめてよ。ってことはだ、お、復活とかできたっけ。あれか、まずい漢方少ないんか。あ、これは苦い漢方。え、さっきの何、まずい漢方か。苦い漢方でとりあえず復活してもらって、グレルリンかな。ま、おい待って、ちょっとグレルリンに技を出させて。すごく重い思い出。なんなんこいつ、こんな感じの見た目しとるくせにそんな重いのか。あ、待って、お払い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 させて、潰せ潰せ。あ、そっか、お祓いしたけんって別に技が出るわけじゃないよね。いけいけ、カッパカッパッパー。この技初めてじゃない、出したことない気がする。そっか、これで固定されとんよな。うん、また言うけど、いけいけ、頑張ってくれ。あ、もう回せる？
回せるやん。よし、行くぜ行くぜ。いつの間に溶けたんかがわからんかった。いけ、地味な一発。なんかメカブちゃんを求めよる間に結構レベル上がったって思ったけど、割となんかあっという間にやられるけん、あ、やっつけた。大航海船長も結構レベル高いってことよね。相手のレベルよくわからんけど、狙ったらわかるのか。いや、わからん。でもこれでね、やられてもとりあえず生き残れば他のメンバーが経験値がもらえるので、その辺いいよね。よし、ふう、やっとこれで人魚の呪いが解けるにゃんね。さあ早く石化とケールを。ええ、では行きますよ。石化とケール。使いながら言えよ。かざしてから。一旦かざしてから。人魚の呪いが解け、元の姿に戻った。よし。グッジョーブ。素晴らしい効き目です。かわいい。あら、あなたたち誰なの？実は私たち、カクカクシカジカで。というわけなの。ふみあき、頑固なところは相変わらずね。ほんと世話がいけるやつなんだから。わかった、ふみあきのためだもの。私も力になってあげる。これって最後？とりあえずなんかキークエストこれだけやったような気がするんよね。大丈夫です。よしよしよし。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。よし。ふふふふ、私の力がいるときはいつでも呼んでね。いやー、人魚を無事に助け出せてよかったですね。うん。発見、人魚バッチリ解決。さすがです。よし、これでスッと入り口まで戻れるかな。ん？月光の指輪、月の力が込められているという優しい光を放つ指輪と、運命の指輪、運命を信じるほどパワーアップするという不思議な力を持つ指輪、月光にしよう。なんとなく。当たり。何がどう当たりかはよくわからんけど、銅のこけしを手に入れた。ストーリーのロックが外れた。これでお目当ての妖怪は全て救い出すことができましたね。では早速過去へ戻って秘密基地に行きましょう。あ、もう自動的に行ってくれる感じ？やとしたらめっちゃ楽やけど。はあはあ、ダメだ。これぐらいの特訓で参ってるようじゃ誰も守れねえ。あの時みたいに。俺たちずっと友達だよな。うん。だけどある日、あいつが不良たちに絡まれた時、それ俺の、返してよ。友達にも名前をつけてあげてくれ。ふふ、文明助けて。助けようって何度も思った。だけど怖くて足が動かなかった。何が友達だ、お前なんか友達じゃない。あいつの友達となんていう資格は俺にはなかった。ああやってね、でっかいイラストになる友達ぐらい名前をつけてあげてもいいと思うんだ。そんなモブみたいな扱いせんでも。でもガッツ仮面と出会って俺は決めたんだ。ガッツ仮面はガッツで悪に立ち向かい、ガッツで大切な存在も必ず守る。俺もそんな強い男に、いや
がっつかめになってやるんだって。だからそれまで友達は作らない。友達を全部守れる男になるまではな。世界は友達、全部守るぜ。さあ特訓の続きだ。